筒井あやめがお送りする ASMR の世界。皆さんこんにちは、乃木坂464期生の筒井あやめです。私の乃木坂電子代はですね、皆さん ASMR はご存知でしょうか。咀嚼音とか小さな物音とかを高性能のマイクを通すことで小さな物音を聞こえるっていう風になるものなんですけど、それが私大好きで YouTube とかでよく見てるんですけど、いつかやってみたいなと思ったので今回それに初めて挑戦します。それでこちらが今回使用する高性能マイクのダミヘです。昨日もね登場してたんでちょっと楽しみにしてきました。ちょっと囁いてみます。皆さん、筒井です。聞こえますか？どうでしょうか？見てる方はヘッドホンとかつけて聞いてみてください。じゃあ早速、違う。それで私は ASMR 初挑戦なので、今回はこちらの方をお呼びして採点を5点満点でしてもらいと思います。おいでどうもこんにちは、あやめちゃんこんにちは。こんにちは北川ゆりです。ちょっとこの格好のまますみません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあゆりちゃんにはヘッドホンをつけていただいて、はい、私が ASMR やるので5点満点で採点してください。はい。おう、じゃあまず早速いきますね。私のおすすめのまず氷です。これをかき混ぜます。てる音って思うとなんかいいですね。本当？いい？はい。よかった。じゃあね、まだあるんで続いて野菜きゅうりを食べます。はい。いきます。はい。いきます。じゃあさ、どっちですか、キュウリ？キュウリ。あ、じゃあどっちも。どっちも。じゃあ炭酸は。なんでつけてる？炭酸は今後への期待を込めて4点で、キュウリは1点。え？意外と？なんかこんな耳元で食べられたらきっともう寝れないと思うよ。そういうことか。楽しみ。次よね。ずっとやってみたかったこの琥珀糖っていう砂糖菓子なのかな。いくね。はい。キュウリとはまた違うんだけど、なんか
あ、でも、5点満点。あ、5点満点だと、じゃあ2点。2点か。意外。え、ちょっと小葉、野菜加工。あ、やってみる？いいよ。じゃあ、あやめちゃんにぜひ体験してもらいたい。うん、私もあるから。聞くね。はい。でも、炭酸水が一番良かったね。本当？では。始めます。合ってる。あ、ごめんごめんごめん。気をつけないとね。喋っちゃうとすごい音量で流れちゃうから。でも、そうだね。言われてみれば、ちょっと微妙かも。キュウリ。意外と。じゃあちょっとね。こうやって。今回は。テーブルにいろんなものを用意したので、それをね、はい、ゆりちゃんに選んでもらって、それでいい音を出そうと思います。嬉しい。じゃあ選ばせていただきます。はい、ごめんなさい。あ、そうるさかった、ごめんなさい。あ、ここで、ちょっとこれ行き過ぎた。行き過ぎちゃう。じゃあ、ゆりちゃん選んで、はい、じゃあ、うん、この鍵が気になります。 OK。じゃあこれで私がいい音を出せるのか。あ、いや忘れちゃうとか。いきます。はい。一応5点満点で。じゃあ1点。1点か、うん、まあまあまあ。じゃあ次、あのポテトチップスを。あ、これはいいんじゃないかな、ね、じゃあいきます。はい、いただきます。おお。どう？これはすごい嬉しい音かも。嬉しい音、うん、とはなんか楽しい音。うん、5点満点だと5点。お、4.5点。4.5点。4.5点か。なかなか満点出ないね。あやめちゃんやりたいのある？私は聞きたいってこと？うん、食べたいの。じゃあちょっと、あやめちゃんは ASMR のどこが好きなの？でもやっぱり癒されない？あ、わかる。今すごい癒されてる。本当？本当に？うん。これやってみてもいい？あ、いいよ。これ潰すね。うん。頑張ったね。褒められた。点数だと、うん、2点？3点、3点。3点。まあまあまあ。あ、次はじゃあそのごまの。お、これ？うん。いきます。いいね。ね、スタジオにいないみたいな気分になる音だった。あ、確かに海とか。そう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 いうのがいいの、 ASMR って。そうだよね。そうそうそう、なんかさ、涼しくなったりしない？なった。よかった。じゃあちょっとね、うん、あの
セーターは編んでて私。うん、あやちゃんは編み物得意だもんね。そう、急遽ちょっとね、うん、加えたいってことで、うん、これを、うん、どんな音がするかやってみます。え、編んできたの？編んできたの。え、すごい。さくね。どうかな。そうだね、うん、なんかすごい努力が伝わる音がした。本当、うん、よかったそれは。うん、そうそう、だからこれはもうポイントとかつけられない。あー、そんなにいい評価くれるの、うん、そう、ありがとう。じゃあラスト1個選んでほしい、はい、じゃあね、うん、その一番右のたくあん。たくあん、オッケー。これも良さそうね。あ、ちょっといい。うん、あ、いい。意外と。じゃあいただきます。はい、どう？これはね、うん、いいよ。あやめちゃん、これいいよ。急に。ありがとう、うん、はい、ということで、時間が来たんですけど、ゆうちゃんどうだった？すごい、なんかあやめちゃんと普段から喋ってて楽しいですけど、うん、こうなんか新しいことをあやめちゃんとやったのが楽しかった。いつもゆりちゃんと言うとなんかね、いい気持ちになれる。ありがとう、来てくれて。ありがとうございます。ありがとう。はい、以上私の乃木坂電子代でした。ありがとうございました。はい、あやめちゃんありがとうございました。なんかあれだね、 ASMR としてもすごくいい音だったけど、それ以上になんかあやめちゃんとゆりの関係性が面白いよね。そうですね、すごい癒されますね。ね、なんか転げ落ちてたけど、どうでした？なんか面白いし、なんだろう、あやめちゃんとゆりちゃんの2人のコンビがなんか優しい世界すぎて、なんか心も癒されたし、なんか途中から、あれ私何見てるんだろうって思ってきちゃったぐらい、なんか優しいコーナーでした、うん、このちょっと疲れてきた3日目にすごいちょうど良かった、ね、めちゃくちゃ良かったです。あやめちゃん、やってみてどうでしたか？ですよ、うん、だからすごく嬉しかったです。本当？ゆり、はい、の反応はどうだった？なんかやっぱ独特で、すごく楽しかったです。いや、こっちも見ててね、楽しかったよね。めっちゃ楽しかったです。癒されて、なんか心がポカポカしてますね。ずっと見てられる。ほんとずっと見てられる。なんかこういう番組やってほしい。ありがとうございます。